口入れた時の一発目の感覚がすごく良くて、どこにも幅だったりあとはくるぶしのところだったり全然負担がなく履けたので、その多分サッカーやってる人はスパイクを最初履いた時の感覚を結構大切にすると思うので、それが非常に良かったので、まあ、プレーした感じも良かったんですけど、その最初のファーストインパクトがすごい良かったです。今回はすごく柔らかくなっているので足首の動きがすごいしやすくて、一発目のこう足がすごく出しやすかった印象がありました。まあ、やっぱりインステップのところに通常紐があるので、やっぱりボール蹴った時の感覚どうしても紐に当たってしまうので、それで本当に数ミリずれるとボールがずれちゃったりするので、やっぱりこう面で広い面で当てれるのでそれがすごく良くて、まあその紐が中に入ってる見えない状態っていうのはすごく見た目がかっこいいので、まあ、プレーの面でも見た目がいいのでさらにこう躍動感というかこうメンタルも盛り上がるかなと。特にこのインサイドの部分、この三角形の部分でちょっと意識してやってみたんですけど、やっぱり面でしっかり当てれるので、色的にも間接的に視野に入ってくるんで、こう正面を見ながら正しい姿勢でしっかりボールに面当てれたので、まあ、特にゲームメイクする選手とかはこの面が違う色っていうのはすごくやりやすいのかなと思いました。持ってみた時と履いてみた時の感覚は全然違う。全体的にこう包んでくれてるので、実際に持った時よりも全然履いた時も軽く感じます。抜群です。